秋の七草の一つ、藤若葉が都内唯一の自生地で見ごろを迎えています。葛飾区の都立水元公園の西側に沿って広がる水元桜堤自然保護区域は、江戸時代に築かれた桜土手の面影を残す堤で、藤若葉の自然群生地として知られています。この付近にはおよそ50株の藤若葉が自生していて、淡い紅紫がかった白い花が見ごろを迎えています。環境省のリストによりますと、この藤若葉は条件の変化によっては絶滅危惧に移行する恐れのある準絶滅危惧種に指定されていて、葛飾区では1984年から保護に力を入れています。藤若葉は今が見ごろで、特徴のある花びらと桜餅の葉のような香りの両方を楽しめるということです。